いつの間にかロープが張られてますね。いや、そんなにやばい道とは思えないんですがね。でもこのやっぱりコンクリートの上に砂利があるとね、ザレバ並みに滑りますからね、危ないっちゃ危ないですね。でそこね、もう山道区間の終わりが見えてますよ。これでね、もうここから先はね、安心した田舎の散歩道です。出ました。そして川の源流ですね。こっから染み出してんだね。こっから出てますよ、水がね。いやー、潤いですよ、潤い。この感じがいいんですよ。こうやって川沿いの、ね、道を行くって、森の中をね。でこの季節ね、緑のこの甲州街道小仏川行きたいな行きたいなって。で今やっと行けましたよ。さあどんなもんでしょうね。このね、しかし緑の中行くっていうのもいいね。なんつうかこうね、まあ森林整備か地元の農業の人かっていう車が入ってるんでね、なんか林道、そう、もろに林道って感じですよ、ここはね。この音色がたまらんのですよね。人によってはこれもうるさいって人もいるんでしょうけどね、私はどっちかというと好きですね、こういう音は。これは湧き水ですよ、湧き水ね。コップとか備え付けてありますよ。もう山から出てくる天然水ですね。あ、天然水だけあってね、不純物とか細菌とかね、もうそこは全部自己責任ですよ。といってもね、手で触るぐらいなら、まあ、問題はないです。ああ、冷えてますよ、冷えてます。冷水器じゃなくて、これはね、山の体温ですよ。いや、いいね。これはね、素晴らしい。まあ、本当にね、喉が渇いて水が他になかったらね、飲むしかないでしょうけどね。ブラシとかあるって、あ、そうか。ここでね、靴を洗うってわけですね。登山で泥で汚れたのはね。林道も同然の道でね、もう文明の道といっても差し支えないほどいい道なんですけどね。でも表面はこれですからね、歩きようによっちゃすっ転びますよ。そしたら本当バカみたいですね。しかしね、本当に山っていうのはね、体の状態をリセットしますよね。普段ろくでもないもん食ってますよ、現代人はね。ハンバーガーだのね、ラーメンだのね、菓子パンだのね、まあ、その他もろもろね、揚げ物とかね、あと酒だのジュースだの、まあ、いろいろと。そういうね、ものをね、山だとね、運動によってこのカロリーとして、で汗としてね、燃やして抜けちゃいますからね。普段お前そんなにね、醤油かけてどうすんだよ、塩入れてどうすんだよ、体悪いだろ、え、お前厚生労働省の推奨してる塩分知ってるみたいにね、突っ込まれている人もね、なんか関係ねえよなんて使ってる人もね、こういうところに来るとそのね、過剰に摂った塩分が、いや逆にね、役に立つんですよ。いや実際ね、そうやって塩分過多の食事しててもね、そういった汗で抜けるとね、醤油よりもしょっぱい汗が出ましてね。で帰ってね、こう家でね、風呂入るときにこの顔をね、洗うとね、なんかね、顔がね、いい感じにね、シュッとね、むくみが取れてんですよ、山行った帰りはね。あ、なんて言ってると、いや、この甲州街道のね、この林道部分も終わりのようです。正面に分岐の閉鎖ゲートですね。あっちからもね、影信山登れんですけどね、まあ、こうやって塞いであるんですよ。途中やっぱりなんか崩れたりしてやばいらしいんで、で右の方はもうね、この出口が見えてますね。しかしこれね、こうやって頑丈にね、ガードしていても行く人はね、行っちゃいますからね。もうね、相当あちこちね、山行ってる人にとってはちょっとぐらいの崩壊はね、そんなもん序の口でへでもないですからね。でそういう人だけが行けばいいんですけどね、そうでない人が行っちゃうとやばいことになるんで、まあ通行止めってわけですよ。これは作業道。なるほど、矢後沢は作業道。それではね、このね、山のね、この異世界、素晴らしい緑の異世界、ここを出て現実の世界に行きましょう。
このゲートを越えると現実です。ここから現実、道も現実、景色も現実です。ここから先はね、もう普通の日常の世界ですよ。もう現実現実でね。ただここね、よく見ると街灯がないんでね、夜はちょっと危ないかもしれませんね。でも今の段階じゃ全然明るいんで問題ないですよ。でね、こんだけね、こう広場があるんだったらね、ここまでバスが来てもいいんじゃねえかなって思うんですよね。まあ、それをしたらそうしたらでね、駐車場がなくなるんで、まあそれもやっぱり車の人には困るんで、うん、まあ私としてはバスありがたいんですけどね、まあいろいろとそういうせめぎ合いはありますね。そこの山の出口から歩いてってですね、でこの先、そこのカーブをね、左に曲がったところだと思うんですよ。影信山のね、登山口はあんまり離れてないんですよね。ウグイス、こっちでは鳴いてますね。もうちょい先か。山の出口から少し歩いてですね、でこの白い壁ですか、これの先にね、確か昼間登ってきたね、影信山への登山道、その入り口があるはずなんですよね。さあ、そこに見えてきました。そう、これですよ。これがね、昼12時過ぎ頃ですか、登ってきたところですね。小仏峠周りだと時間はどうでしょう。16時27分、まあ、ちょっとやっぱりね、遠回り時間かかりますね。来るときは品切れ同然でしたけど、今はどうでしょう。あ、増えてる。あるな。うん。これは200円か。そうか。じゃあ一つ買ってっか。100円玉がない。この自販機、紙幣使えるかな。だったらここで100円玉作って買うか。ありますね、ドクターペッパー。これ以降もう、これね、関東人のソウルドリンクですよ。関東しか売ってませんからね。生きてんのか、反応するのか、どうだ。あ、入れてみればわかるか。ん、入れづらいな。か、あ、動いた。お、これいけるか。お次は、あ、出た。これで小銭ができました。お、まさにドクターペッパーです。注意しないとね、行くからね、まあ、大丈夫だと思いますが、あ、大丈夫。よいしょ。この香りですよ、ドクターペッパー独特のね、ちょっと薬臭い感じ、これがいいんですよ。いただきます。あー、染みるな。いや、酒とビールとかそれとは違う、またいい染み方ですよ。コーラと違ってね、ドクターペッパー、このまろやかさがいいんですよね。この角のないこの柔らかさ、人によってはね、杏仁豆腐って例える人もいるんですけどね。まあ、いつもいつもドクターペッパーだったらね、飽きちゃうんでしょうけどね。でもね、ドクターペッパー置いてあるとこスーパーですら少ないですからね。本当に、いや、関東ですら本当にあんまり手に入ることがないですよ。たまにこうやって、ね、自販機ですら入ってないこともありますからね。ではこの小梅をいただきましょう。200円です。入れるのはここだな。1つ2つと、うん、どれにしよう。ね、どれがいいんだか、まあ、全部同じだっちゃ同じなんですけどね、うん、じゃあこれだ。よいしょ。これを買いました。土地屋集落のとこにあった無人商店で買った梅干しがね、ぼちぼちなくなり始めてたんで、ちょうど良かったです。そこを曲がったらバス停ですね。ああ、まだバス来てないや。時間がね、合わないとね、なかなかね、どうだろうね、時刻表見るか。
そういえば高尾山口駅行き廃止になっちゃったんですね。去年の12月、そう乗ったよな。じゃああれ貴重な体験だったんだな。まあそれはともかく、時間の方はですね、16時40分の次は17時40分で、今の時間は16時50分。さっき防災無線で時報が鳴りましてね、17時です。ってことはバスが来るまであと40分あんですよね。といってもね、こうやって動画撮ってるとなんだかんだで時間使うんでちょうどいいです。ってことでここで締めにいたしましょう。いかがでしたでしょうか。今日は影信山登ってみました。最初の予定ではね、焦げ沢林道からぐるっと登っていく、そんな予定だったんですがね、早起きできなかったってのもあるしね、ちょっと曇りだしな、それにこの前ね、焦げ沢林道通ってるしってのもあってね、この小仏のバス停から登ってやりました。いや早いですよ、1時間くらいでね頂上着きましたからね。まあ、私の場合そうなんですけれど、まあ、他の方だと、まあ、慣れてない方だとあと30分、あるいはね2時間かったりとかあると思うんですけれどね、でもね行けないことはないですよ。鬼滅の刃的にね聖地として雲取山ってのはあるんですけど、あっちはちょっとなかなか大変ですからね。このね影信山ならね、そんなにこう山行ってないなって方でもなんとかなります。まあ、普段ねアニメとか漫画、そういったインドアなものを楽しんでる方でもね、ちょっと行ってやろうってもまあできないことはないと思いますよ。なんたって聖地ですからね、聖地でねこのグッズを買う、なかなか粋なことだと思いますよ。それにこうね山の中とかこういいところこう歩いてると、血の巡りでね頭が冴えてね、新しい同人誌のネタが浮かんだりとか、まあありえないことではないですからね。いや本当にあんなにね緑がね燃えてるとは思わなかったですね。以前来た時はね枯葉と落ち葉の季節でしたからね、季節が違うとね全然ね雰囲気違いますよ。で本当に、ね、今日はね午後からこう晴れてよかったんですけど、これから先ねゴールデンウィーク、いや天気がちょっとなって話なんですよね。今日はこうちょっとねこの軽い観光的なネタでしたけどね、これから先ゴールデンウィークではちょっと大きいネタやってやろうと思うんですけど、天気がなってんでね、まあ、曇りの登山もいいかなとか、他時間ないですからね、まあなんとかするしかないでしょう。いやしかしまだバス来ないな。まあ、とにかくねバスが来たら乗って帰ります。ノンダックレイでした。